ビーファーストメインストリームっていう楽曲の特殊性ではないですね、パワーですかね。本当に今回それを本当に語るというか、すごいなっていうことになります。サムネイルでバイグッバイ越えみたいな感じで書いていると思いますが、今回のこれでね、ちょっとまず予測していることがあるので先に断っておきますが、例えばメインストリームとかバイグッバイとかスマイルアゲインとか比べないでください。私にとっては全部がいい曲で、どちらが優劣とか1位2位とかそういうことじゃありませんみたいな、そういう感じのタイプの方もいらっしゃると思うんですが、私もバイグッバイも大好きですし、シャイニングワンも大好きです。で、本当にシャイニングワンの時に感動して、もういつも泣いていたのもあったし、バイグッバイですごくバズって、結構本当に当時誰もが知ってる楽曲になって、2022年、ちょうどこれ来てますけど、ロックインジャパンとかでも歌っていて、あ、この曲知ってるみたいな感じで男子たちが言ってるのとか聞いて、うっしゃって思った記憶もあります。はい、チャートを見ることで全体の流れとかそういうものをこの動画ではあえてやっているだけなので、どちらに優劣とかそういうことはもちろんございませんから大丈夫です。はいはい、という形でね、ちょっと話をさせてもらいます。というわけで、言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパスです。はい、ということでね、ビルボードジャパンの方の新しい指標といいますか、ランキング出ました。10月30日から10月5日までのものになります。ということで、この日にちからしてですね、グローリアスは入っておりません。グローリアスのオフィシャルオーディオが出たというか、 YouTube に上がったのは11月の6日からなので、ということで、まあもちろんその5日締めのところで、それを知った上で6日に出すということは、BMSG としても来週のビルボードジャパンのチャートでグロリアスがどのぐらいまでいけるかっていうところの部分だと思っています。で、その上でグロリアスもチャートインして、メインストリームも残っていれば、要するにチャートの中に2曲が BE:FIRST の曲が入るということ、それはすごく画期的だと思います。というわけで、メインストリームの話をねさせてもらおうかと思いますが、まず今週の順位ですが、実は私もなかなか大変な時期でもあって、正直トップ30を下回るんじゃないかなというふうに思っていましたが、毎週のように私の予測は外れまして、ありがたいことです。28位です。はい、今週ね、ちなみにですけど、先週の段階での順位がですね、まあ先週と言いますか前回のものですかね、27位でした。なので1ランクだけ下がった状態で28位キープです。で、これに関しては実はCD がですね、前回55位だったんですよ。それが13位まで上がってます。はい、動画にもさせてもらったことがありますが、オリコンのチャートの方ですが、デイリーで CD 売り上げが2日間、実はデイリーシングル売り上げが2位に上がったことがありました。これは一体なぜなのかというと、前に動画でも語りましたが、メインストリームツアー、アリーナツアー始まっておりますね。で、代々木で2日間やりましたが、つまり会場で買うことによる特典のものがついてくるのがあって、会場で CD を買うことができます。で、その中には、ノベルティの中には、メンバーの直筆のサインが入っているものも当然全てじゃないけどあるという話もあります。なの でしかも CD を買う枚数に関しては制限なしということで、ね、ツアーグッズに関しては在庫の限りとかもあるから、つまり3個までだったりとかそういう制限ってあるんですけど、メインストリームとあとスマイルアゲインもねあったらしいですが、とにかくCD に関しては制限なく買えるということで、2日間参加した人たち、確かグッズに関しては確か時間がちょっと遅い時間だったら買えたはずなんで、そのコンサート行けない方も、なのでそこの部分もあって、見事に織り込んでデイリーで2位を2日連続で取るっていうことになりました。で、当然それはビルボードの方にも反映されるので、結果的に27位から28位までの部分で、はい、終わりました。ね、来週どうなるかっていうと分かりませんがね。なので、
メインストリームに関してはストリーミングと YouTube の再生を引き続き頑張っていくべしということになるかなと思ってはいます。ちなみに YouTube に関しては、今週最新のデータで9位ですね。はい、トップ10以内には入っております。 CD が13位、ストリーミングが46位、YouTube が9位でございます。ストリーミングも前回が30位台だったかな。で、YouTube も前回からちょっとだけ落ちた感じで余っているというか推移しているので、この中でストリーミング YouTube をまた少し強化していくことで順位がまたちょっと、あんまり下がらずにいける可能性があるかなと思っているので、まあ、大事なところですね。で、今後のアリーナツアーの日程とかでその中で CD をつまり買ったりするっていうベスティが増えれば、その時に CD 指標がまたそのデイリーとかで2位とか3位とかそのぐらいを取れる可能性もあって、で、その度に例えばですけどビルボードで言うと、まあ、トップ50以内とかに結構長い間いればっていう話で、で、それをこうねキープできる時間が長くなるかもしれません。それも楽しみにしたいと思ってます。で、それをつなげていくためにもYouTube とストリーミングは頑張っていくところなのかなっていう感じで思っていますので、まあ、頑張っていくって言い方もあれですけど、あの強火の方はまあ多分何も言わなくてもやると思うので、例えばちょっとね朝と夕方とかに1回メインストリームを聞くとかね、そういう感じがいいかなと。で、グロリアスも来週以降非常に大事になってくるから、グロリアスとメインストリームをこう同時に聞くっていう感じで、グロリアスを伸ばしつつでメインストリームも忘れずにっていうところは良いのかなと思います。まあまあまあ、これはあのそういう感じのストリーミングとか YouTube 再生とかをこう能動的にやる人たちに関する話で、そうでない方は自分のお好みの時間帯で聞いていただけるといいかなと。メインストリームはねこう一定のリズムだから、こう掃除とかしながらとか案外結構スムースにいくんですよね。私は筋トレでも使ってます。はい、メインストリームあれのチュッチュッチュのやつに合わせてこうねやると結構リズム的にちょうどいいんですよ。で、あのちょうどそのねやった時にね、あの、東京からチョコでズンズンズンみたいな感じになると、ズンズンズンって涼介くんとかに言われるとこう腹に響いたりするんでね。はい、というわけで、まあ、涼介くんの筋肉の神様にちょっとあやかろうかと、筋肉の神様ってなんだって思うけど、はい、というわけでメインストリームの話でそうなりました。で、あの多分サムネイルに書いてあると思うんですが、バイグッバイを超えたっていう話に関する話なんですが、これは何を超えたかって話ですよ。あの MV の再生回数はまだね超えておりません。はい、まだまだ頑張っていければと思ってますが、あのビルボードの中でやっぱりロングヒットっていうのが大事という形の話はあるじゃないですか。で、ビルボード上位の方に、まああの上位をどの辺かにするかっていうのも人によって違うと思うけど、トップ20と言いたいが、まあトップ30より上だったらって形にしとこうかなと。ビルボードのチャートインサイトは有料会員じゃなく無料会員は20位まで見れるんで、本当は20っていうのがいいんだけど、ただそれだとね、あのそもそもあんまり話として成り立っていかないので30位までとさせてもらおうと思っているんですね。それで、あの今回28位じゃないですか。これで今回あのビルボードチャートにメインストリーム入ってチャートイン数8週目なんですよ。そうで、 BE:FIRST は当然だけど結構長い週、そうボーイズグループとしてはかなり強く長い間入れるわけですけど、やっぱり今までの最大のロングヒットというか長い間そのチャートの上位にいたのはバイグッバイが最大なんですね。例えばあの初頭の方で1位とか2位とかの間を結構ずっと入れたのはあるけど、シャイニングワンとかその時とかね、うん、なんですけど、はい、実はバイグッバイが先週の7週目の段階ですと、7週目バイグッバイの話ね、24位だったんですよ。うん、で、あのメインストリームに関してはあの先週27位。うん、で、じゃあバイグッバイ8週目はどうだったか、37位なんですね。そう、トップ30からは下回ってしまった。で、先ほど言った通りメインストリームは28位です。というわけで、このロングヒットっていうタイミングの話で言うと、実はあのバイグッバイを超えました。ただバイグッバイのすごいところは
実はこれは皆さんも知っての通りで、まあ、言ってみれば CD を出すタイミングというか、まずそのストリーミングで出して、それであの CD を後に出したっていうところがあるから、この後であの2位に上がってっていうところがね、11周目ぐらいであるんで、さすがにそれは無理だとは思ってるけど、まあ指標のね出し方がね今と違ったもんですから、バイグッバイの頃まではツイッター指標みたいな感じとかがあったり、あとなんだろうな、結構その今よりもストリーミングや YouTube とかよりも CD 関連のものが強かったりしたのもあって、だからちょうどそのタイミングで CD を出すっていう形になったから、その時に2位まで上がったっていうのはありましたね。ツイッター指標っていうのはツイッターでどのぐらいつぶやかれているかみたいな感じの話があって、まあだからちょっとね今とは違うんですよ。今はおそらくというか、ストリーミングと YouTube 再生とかの部分がさらに強くなっているから、その時と同じってわけにはいかないです。まあ指標も違うっていうところの話もした上で、それで8週目であのバイグッバイをその上回りました。まあ、CD を売ったっていうところもあって、なんやかんやで日本で CD 大事なんだなって思ったりはしますけどね。はい。でちなみになんですけど、シャイニング1に関しては8週目は35位です。なのでこちらの方も超えております。で、シャイニング1に関しては多分そこから先その順位が上がったりっていうのはないので、まあバイグッバイもそうですが、シャイニング1に関しては多分あの順位的にビルボード的な指標で見るとそこは超えられたと思います。はい。まあ超える超えないの話はね、あんまり好きじゃない方もいるかもだけども、あの単純にそのデータとしての話ですね。まああの冒頭で言いましたけども、っていうことになりますね。面白い結果だと思います。でちょっとね、この今週入ったばっかりのチャートインしたところの人たちで、まあ、個人的に注目しているところというのがあって、あんまりこういう感じのこと言うのも良くないかもしれないけどね、うん、まずあの総合の総合の7位にルセラフィムのパーフェクトナイトが入っております。で動画にも久々にさせてもらったのがあるんですが、20のハートリスが10位に入っております。はい。で、まあ、全然そういうつもりはないかもしれないけれども、ルセラフィムは、まあ、BTS や NTM のハイブ系列のところの人ですね。で20は皆さんよくご存知 JY パークさんの JYP のあのねグループでございますよ。あのガールズグループの方で、構図的にはただの構図的な話ね、あの JY パークさんとパクジニョン議長パクジニョンさんがあの友達だってのは知ってますから、そう。でも友達でありつつもそういう部分ね、ビジネスの部分ではこうライバルっていう部分はありますからね。そうだから結果そのルセラフィムと20のね、ちょっとこういうガールズグループ同士のそれになったなっていう。でしかもルセラフィムにもね2人日本人メンバーいて、宮脇さくらさんもいるけどね、あとカズハさんっていうことなんですよ。でこれ面白いんですよね。YouTube の方が、あの20のハート率めちゃくちゃ再生されてて、今2位です、指標として。で、ルセラフィムのパーフェクトナイトも再生されてますが、7位でございますね。で、あの、ダウンロードに関しても20が6位。で、ルセラフィムは14位で、あれって思って、ここだけ見ると、YouTube のダウンロードで20勝ってるのに、総合では、あの、ルセラフィムが上なのって思うじゃないですか。ストリーミングなんですよね。あの、ストリーミング、ルセラフィムは、ストリーミングが7位で、20は30位です。はい。で、やっぱね、これを見るだけでも、だってダウンロードと YouTube で勝っているのに、あの、数字として、ストリーミングで結局ルセラフィムの方が上だからっていう部分で、総合の方にもその結果が出て、3位分上にいるんですよね。そう、だからこれは、まあ、注目するっていう部分もそうだけど、メインストリームやグローリアスに関してもそうで、BE:FIRSTに関してもそうで、どれだけストリーミングが大事かっていうのを、もう毎週そういうデータを見ることでね、実感することがあります。で、このデータは本当に無料会員ではビルボードチャートインサイトで見れますので、皆さんもご自身でも見てみてください。他の人たちのデータも見ると面白いし、まあ皆さんがね、その BE:FIRSTとか以外で好きなバンドやアーティストもいるかもしれませんから、まあそういうことですね。というわけで、ルセラフィムのパーフェクトナイトと20のハートリスがこんな感じで、で、しかも、まだ CD がどうやらね、この仕様に反映されていなくて、
20の CD も来週に反映される可能性があるかなと。で、セラフィムももしかしたら、その CD がどうなるかによってまた変わってくると思う。で、CD とダウンロード購入するっていうパターンの人っていうのは、多分構図が似通っているので、現在ストリーミングで、ルセラフィムが上の方にいて、総合順位7位になっているけど、ダウンロードで現状6位という形に20かかっているので、これに CD が加わることによってそこの部分が加算されて、来週はこの逆転現象が起こる可能性はある。でもルセラフィムのパーフェクトナイトのストリーミングがガッと上に行って、それでさらに上に行く可能性もある。だから結構そこの部分も面白いなと思ってますね。まあそんな感じなんですけども、まあグロリアスが来週どのぐらいまでいけるかっていう、できればね、どこかしらで1位というのは取りたいけど、現状そのね、YOASOBIのアイドルも未だ強いんですが、AdoのショーがYOASOBIアイドルの全盛期ばりにガンガンやってまして、現状ダウンロード1位、ストリーミング1位、ラジオ3位、YouTube1 位でなっております。で、YOASOBIアイドルもストリーミング2位、YouTube3 位とかで、ダウンロードも13位で未だに推移しております。で、YOASOBIに関しては勇者っていうのが3位にいるので、ここもそうだし、で、NiziU とルセラフィムがどのぐらいまで上がるかっていうところも含め、グロリアスがどの辺までいけるかっていうところです。で、グロリアスに関しても YouTube を見る限り、結構今いい感じにその人気急上昇中の音楽に入っていて、で、オフィシャルオーディオの方と、それからライブの方ですね、ライブと言いますか、YouTube ライブをね、11月3日にやりましたが、そこの部分が公式が切り取りをして、それを貼り付けていて、で、現状、そのオフィシャルオーディオよりもそっちの方が伸びているという現象があって、まあ、要するに彼ら7人の顔が見れるからね。で、しかもそのライブの、そういう映像というか、そういうのができるから、実はこれって面白いなと思っていてね、その MV っていうものが結構作るのに時間がかかったりするし、お金もかかるんだけど、BE:FIRSTみたいに音源で必ずと言っていいほど、その音源よりもライブの方が必ずと言っていいほど音源超えてくるタイプのアーティストは、案外そのいろいろなタイプの楽曲をライブ映像を流すことによって MV 並みの効果を発揮する可能性があるっていう、わかんないですけど、今回そういう実験的な部分もあったりするんじゃないかなって勝手に思ってますがね、違ったらすいません。何しろ妄想してばっかなんでね。はい。なんで、グロリアスに関しては、まあ、やっぱりその MV を結構いい感じでやっていくっていう部分と、まあ、MV でね、やるという形になると、NiziU と Ado がだいぶ強いですが、まあ、そこの部分。で、まあ、ストリーミング、ダウンロード、そうですね、どちらかでいけるかなとか、その辺もあって、まあ、うまいことやっていければなと思っております。なので、まあできることと言いますと、まあ現状その1週目なので、ダウンロードをする方はしてもらい、で、ストリーミングと YouTube の再生をこう、まあ平均的な感じでうまくやるっていうところで、さらにメインストリームもストリーミングとかやることによってロングヒットを長くするということですかね。はい。まあそういう感じでいければなというのが、まあ理想としてはですかね。まあ、結局今もなかなか競合いっぱいいますが、ただ嬉しいことですよ。たくさんいろんなJ-POP の中でもいろんなタイプの人たちが出てきて、それで盛り上がっていけばいいと思ってますんでね。はい。という形で、ビルボードチャート、ビルボードジャパンのチャートの最新のデータ語らせてもらいました。メインストリームがロングヒットの段階で、現状そのバイグッバイシャイニングワンのロングヒットの部分の順位を超えたっていうことと、まあ、注目株として NiziU、ルセラフィム、まあ、言ってみれば JYP と HYBE のそういう感じの部分があって、ちょっとそれを面白がっている自分がいるっていうね。すいません、性格悪くてすいませんね。で、グロリアスも来週以降どうなるかと、まあ、頑張っていきたいですね。っていう感じです。はい。では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では、失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。